うわー来た、やめて、もうやめてよ。あ、どこ、あ、え、あ、地下室か、地下室、あ、これはこれまだ使わないのか。で病院だ、うん、何かある。ただここ明るいな、結構。え、何、地下室か、なんでたまたま地下室あるね。広いかな。うわ、あー、結構残ってるね、なんかいろいろ。あ、いや、なんか使ってる形跡があるぞ。昔のじゃなくて、まだほらこの鮮血が生々しい。開くね。あ、文章、レバー取って紛失の件で、現在レバー取っての紛失により隔離ドアが出入り不可。レバー取ってを所持していた地下警備員が焼却炉や倉庫の見回りをご紛失したことを確認。地下でレバー取っ手を見つけた場合、直ちに回収すること。まあ、まあ、とりあえずレバーを見つけろと。あ、これ、これがそうか。あ、やっちゃった。誰か出てくるんじゃないか。で、そういうことだよね。ということはまだあるな。あと戻って、ここ開かないの？あ、開く。極秘文書をここに入れておかないで。最近脱出を試みる実験体が増えているため、格別の警戒を要望する。特に地上に抜け出せるお守り銅板の管理に注意すること。お守り銅板は、四度財団の神聖な呪術的意味を込めて作られた鍵なので、脱出を試みる実験体が増えている昨今の事態を差し引いても、慎重に取り扱うべき物品である。だって。ここ書かないよね。うん、で、開いて、まあ、行こうか。もしもしと。ここは広いかな。また文書だ。死体室の噂。夜に病院の見回りをしていた時、異様な光景を見た。死体保管冷蔵庫の中から手が出てきて、死体の頭の方を探っていたのだ。まるで消えた頭を探しているかのように。あれから死体保管冷蔵庫の手についての噂が後を絶たない。もし消えた頭を戻しておけばどうなるだろうか。それが気になる。来ないか。うわぁ、独房みたいな。あ、ちょっと広い。そうでもない。うわ、いる？まあ、監修？守衛さんがいないんだったらいいよ。あ、監視が出てくるってこと？まさに。ここ？ギターがあるぞ。普通に。あ、またあった。管理人からのお知らせと。死体保管冷蔵庫の死亡日付が一致しないものがたびたび見られる。確認して修正すること。死体、ちょっと待って、もう一回。死亡日付、どこにあるんだそれは。多分それを合わせるとかなんだろうね。あ、でここか。うん、こっちに出ると通じてたんだ。あと、あ、これもか。死刑執行人の息子、知らんがな。昔斬死刑を執行する者がいた。その死刑執行人の息子として生まれた男は、自分の出世について劣等感を持っていた。彼は事故で視力を失ったが、閉鎖病棟での人体実験が成功し、視力を取り戻した。へえ。その後、彼は閉鎖病棟を守る看守となり、組織に限りない忠誠を捧げた。この人が看守か。俺、看守看守って言ってた人は、あれ、やっぱ守衛さんか。いや、もう変態でいいよ。あ、これは、来い。ダメだね。あ、日付？日付見つける？びっくりする。どこに乗ってんだ？で、こっから来たから、奥だね。ここしかね。来そうだな。監視が来るんじゃないか、これ今度。
え、なに、あー、赤いね。レバーか。出たよ、また。隔離病棟のお知らせ。隔離病棟の患者の狭小が目立ってひどくなっている。最近投与された薬物による異常所見と思われる。これとともに隔離病棟から脱出しようとする動きも頻繁に見られるため、レバーの作動には注意すること。知られている通り、隔離病棟の出入り口を開けるためにはレバーを操作し、隔離病棟の蛍光灯を全て点灯する必要がある。マジ？え、隔離病棟の蛍光灯を全部点灯させる？あ、なんか来そう。なんすかこの123。うわ、来た、ほら。これは監視か。あいつはやっぱ守衛さんだったか。うわー、なた持ってんじゃん、やべえな。守衛さんよりやべえ。どうして俺がいるってわかんない。あ、で、蛍光灯ね。は？なんでいきなし始まったの？ちょっと待ってね、一旦開く。これさ、スタミナ無限かな。開けてきますよね。あ、ナイスナイスナイス。閉鎖病棟西。ちょっとこれ読んでる暇ないかもしんない。これちょっと皆さん各自読んどいて。監視老人で閉じ込めたとか、なんかいろいろあるね。あ、でもこれにはなんかいろいろ書いてないね。オッケーオッケーオッケー。回復したしオッケーじゃない。で、蛍光灯を全て点灯する必要がある。これ、でも何すんだろうな。あ、いいね。はい、ありがとうございます。どこ行ってくれ。いいね、やり方分かったよ。これか。あ、あ、今ついたな。お、ん？トゥ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 。ちょちょちょ。あ、6を入れたから6ってわけじゃないの。あ、消えた。来てんな。待って、読みたいんだけど。あ、ちょっと一旦適当に1と4がついて、こっちついてないな。5ないね。レンガレンガ。見つかってないと思うけど。誰？びっくりした、今なんかさ。ちょっと待って。生きてるぞ。え、誰よ。あ、え、レンガでとどめ刺す。平凡な赤いレンガだが使われた跡がある。なんだ、これは何する。いる、ちょっとここにいるから。まだ生きてるよ、息がある。これを助ける。名前なんていうんですか。あ、これ多分バレたね。あ、バレてないわ。
あそこ。あ、で、あ、ついてない。5番だけついてないな。いや、今度6番がついてないな。全部入れればいいってわけじゃないんだ。で、8番にいるから。ちょっと待って、なんかいっぱいある。ちょっと待って、人体模型の灰、これさ読んでらんないんだよ。あ、誰かが壁の穴にレンガを押し込むと秘密の扉が開いたように見えた。あれは夢じゃないんだろうか。壁の穴にレンガあるぞ。あ、そして粉砕機。ちょっと待ってね、これもパパッと。あ、監視ね。いや、でも手がかりはないかな。どっか穴開いてる。これ違うか。で、レバー、まあ一旦レバー入れるか。あ、違うか。なんかもうちょいのような気がする。違う？どっち行くんだ？あれ？あっちも開いたぞ。ちょっと待って。向こう行くのと、まあ、行きましょう。こっち開いたね。入れる。あそこ。ここ大丈夫か？あ、セーブなった。ああ、よかった、セーブ。あ、霊安室か。実験体74。1921年かな、これ。うん。4月15、死因。人体実験への激しい抵抗で頭部が損傷し、それによる後遺症で死亡。なんかなかったっけ？これこれこれ。死体保管冷蔵庫の死亡日付が一致しないものがたびたび見られている。確認して修正することで。4月15 9月、うん、日付が一致しないって何かあるのかな。なんかいろいろあるね。うん、いろんな死因があるけど、どれが正解。ああ、これをいきます。あ、これじゃないんだ。頭じゃないで、どれかが正解か。あ、うわー、目。あ、でもこれ目やっても、そもそも頭がないもんね。これ集めるんだ。あ、間違った診断。あー、これもちょっと待ってね。なんか今、来てそうだから。これさ、読んでる時もさ、止まんないからね。ちょっとこれ長いから、皆さん、一時停止して読みたい人は読んでみてください。これ、いるから、読めないんだよ。できたぞ。いる。いるぞ。危なかった。よかったー。ここにいて。ね、危ないでしょ？ここじゃない可能性がある。お、何。あ、焼かれた。レバー持ってるわ。レバー B。 今通ったな。あっち行ったかな。で、レバーをまたガッチャンコすることで別なところが開くって感じか。こっち分かんないんだよね。こっち行ってないよね、多分。ちょっと走ると、お、別なところ。スタミナ、ここ何。うわ、閉鎖病棟の日誌。あー、これもちょっと待って、ここに来たらやべ。
バカ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 、来ちゃう来ちゃう来ちゃうよ。こっちは、うわー、あったー、あそこか、あそこに何かあるね。取れないか、ここ来たら発砲下がりで死んじゃう。で、確かレバーがこっちにも来るんだろうね。これだ。どっちにやろう。あ、レバー B か。これは B だから。うん。これはここしかダメなんだ。で、よっこらせい。OK、セーブ。で、そこが開いたのか。ここね。すぐそこ。あと、そっちもあるんだ。すぐそこ。来てそう。そこ。一旦奥に行かないといけないか。大丈夫か、ここ、ここだ、倉庫。あ、ここじゃない、倉庫って。倉庫にレンガ、レンガ、レンガがある。倉庫ってここだよね。しようかな。倉庫っぽくない？なんかこうはめ込めるところがあるとか。それで秘密の扉が。あった、レバー C か。うわー、何これ。で、あの男の子助けらんないの？あれの説明はないの？話しかけるとかもうないの？あ、ここ開かない、ここも開かない。あったー、くぼみありましたね。じゃあちょっと、こうだ。秘密の扉か？なんだこれは。あ、いける？いけるっぽいな。うわ、なにこれ？携帯？その、ガラケーの時代だからね。うわ、学生証。なんかいっぱいあるぞ。これ何？うわ、飲みそあった。あー、やっぱり結局ここは来ないといけないんだね。あ、ちょっと待って。先にこっち。気づいた真実。ちょっと待って。眩しくて読めなかった。気づいた真実。私が殺した。こんなにたくさんの人々。最初は大義のための道だと思っていた。多くの人を助けるための崇高な実験に参加しているのだと。コルウィンギー理事長がそう言っていたから、それを信じた。だが、それは嘘だった。人体実験の目的は、コルウィンギー理事長の不死で、私利私欲以外の何者でもなかったのだ。死んだ人々を忘れないために、自分が殺した人々の名前を集めた。そして、真実を知った私はここで眠ることにした。え、ここで寝てるぞ。これそうじゃね、この銅板だ。ね、これ取って、今からあそこまで戻んの？で、これを開ける。レバーでガッチャン。で、奥かな？うん。奥だね。で、あとあれか、人体模型か？あの子助けらんないのかな。こっち、ここだ。多分ここが開いた。だ、ここか。あれ、あー、これの銅板なんだ。お札じゃねえ。危な、ちょっと急ぐわ。地下だ、地下、地下になったぞ。お、音が変わったな。来るか。何の音だ、何の音これ。何かここに出るの？これ関係ないんだ。これ何かあるかな。一旦危ないから、ここ。何？鍵。
あ、びっくりした今。あ、銅板ね。銅板だっけ。で、これ2枚目。あと、あれかな。あったー、ここ。来た、来た。骸骨来ましたよ。オッケー。うわー、手だ。これが噂の大黒人だ。1922年2月18日、今日だよ、今日ですこれ撮ってんの今日です。オッケー。え、ここ、ここだ。今日の日付、あ、逆にしちゃった。来い。オッケー。来た来た来た。うわ、あー、そっかそっか、ここね。そして、うわ、そっち、こうの、こうの、こういうこと。ありがとうございます。で、セーブ。ここらへん、あ、何買ったね。入院患者管理報告書。最近治療室に入院している患者たちの狭小の発生頻度が高くなっている。人体実験中に投入した神経安定剤の配合に問題があったと思われる。狭小患者の発生率が高くなれば高くなるほど患者の管理は困難になる。医療人の犠牲が伴う可能性もあるため事故が起きる前に対策が必要で、確かあの銅板、間違った。ちょっとドキドキ、とに、あ、ここだ。こうの、オッケー。ジャッキー、なんとかなんとか、ジャッキー退散。うわ、ちょっと待って、このめまいで、まあ行こうか。来そうだけど、誰か来そう。来ないで。逃げんの？なあ、あ、やばい。やっぱ回復すればよかったよ。あ、これ奥あるぞ。奥と左あるね。もう一個奥があるね。ここはダメでした。なんすかそれ。なに？意外と普通のおじいちゃんですね。で、ちょっと回復するまで待つよ。なんないな。あ、ちょっと。治る前にドアが勝手に閉まって死んだわ。で、行きますよ。で、次左行ってみよう。多分奥が正解なんだろうけど、左。あ、そうでもない。なんかあるな。あ、どっち、何、分かれ道とかそういう感じ。誰かいるな、誰かいるな。あれは骸骨ですか。おっか、あ、上あるね。何の音、何の音ですか。右もあるな。一旦上。うっ、ここ、ここ何、ここ開かないな。これは取れないんだ。あ、レバーだ。え、あ、別のところ。ここどこだろう。何かあるね。謎の文章に仰せのままに。え、これさ、まだ学校に行くってことだよね。だってこれ、これまだあるもんね。ここ学校？そっか、そうだった。うわ、理事長、あ、オートセブンだったね。理事長骨人タカ、骨人。あ、で、これか。あ、サンタヤ、サンタヤ大丈夫か。どこどこどこ
何が起きてんの？まったく。もしもし、じゃあもう一回ちょっと見てみようか。あそこあそこあそこ。早い早い。あーどこに行くの？ほらここここ。うわうここ見たことあるこのこの場所で。かわいいよ。はいよ。でもう一個上。こっちか。今晩餐ごちそう。来てるぞ。え、大丈夫これ。うわ、ちょっと。これどうすればいいのか。あ、こういう感じね。一回離れさせて前からまた来るんでしょ。やばい、めまいが。ちょっと走りすぎたか。なんつってんの。字幕ちょうだい。字幕せめて字幕ちょうだい。あ、何買った今のはなんすか。今の赤い髪を取らせてください。やばい、もうスタミナがないよ。ここうわ来てる。どっちで。うわ来てる来てる。どこどこどこ。あ、へえ、こう。つもたやすいごちそう。ああここ。いやわかんないよここ。シャッターじゃん。もう。あ、ね、どうなった？またドキドキいってるよ。終わった。何これ意味わかんない。前作のホワイトでめちゃめちゃまあ難しかったけど面白かったよ。あ、終わっちゃった。で音楽が止まりません。でどうなった。いきます。コンテンツエンディング収集。あー出た、騙しと。있지나친구를찾고있는데놓쳐버렸어넌알아강서연어디있는지で、これ、なんかね、話してあげるだと、別なエンディングに行くらしいんで、ちょっとこれ、やってみたいと思います。あっか、4층教室쪽으로가는거봤어。行っちゃった。그래알겠어。너가좋은거알려줬으니까。お、なに？나도좋은거알려줄게。何教えてくれんの？좋은거라니이이것도너랑같이다니는여자애조심해아そういうことね걔살인자야 그럴리없어 나봤거든그애가성아죽이는거뭐믿든가말든가네마음이야그럼난갈게어디있다교사님이시간에왜
수진아. 그... 아! 수진아! 조심! 아, これが 違うのか? 아! あ、終わった。これ、そういうことか。あの女の子が警備員に教えたのか。一応見てみるか。コンテンツ。エンディング収集。あー、出た。騙しと不審。うん。え、主人はすでに命を失っていた。これダメじゃない?で、まだなんかありそうなんだよね。あ、で、ここね。あ、そうだ。で、これ。今ちょっとやり直して、難易度簡単でやってるんだけど、理科室のさ、リモコン。これと、あった。これ。配電盤のさ、部品 A がさ、使ってないんだよね。最後まで持ってんの。これ使えるんじゃないか?で、今4階にいて、1個下。理科室に、確か行こうとするとね、ムービーシーンが入るんだよね。で、2階に、あ、あるね。このちょうどさ、ここに配電盤の部品を挿すところがあって、こう行って、こう行けるな。まだあんじゃない?パソコン室か?ああ!あそこか。うん。で、いる。で、ちょっとやってみるか。で、今逃げてるけども、じゃあちょっと下行ってみるわ。行きますよ。このまま理科室でリモコン使うと、あ、ダメだ。来ちゃうよね。あ、じゃ、で、あ、一旦こうかわす。かわします。かわして、戻るよ。これ戻ればいけるんじゃねえか?あ、開いてる。ちょっと待って。開いてたね。あ、ちょっと待って。死んじゃうし、ずっとついてくるから、ちょっと待ってね。一旦逃げるか。やめて。今開いてたね。行きます。多分この、あ、やめる。あそこ。多分これつくのか?行きます!あ!誰かいるよ。いけたね。やっぱこっちなんだ。ここ開いた。行きます。このまま行けるか。いや、行くぞ。やばい、もう。ああ、そういうこと?なんか今パズルみたいになってたね。じゃあ一旦かわさないとダメか。あ、どっから?あ、こっからか。一旦このまま行こう。多分バレてないと思う。オッケーじゃない?セーブ入ったってことか。で、ここね。で、これで、つながるように。
ここが黄色をどうつなげんだ。これこうでしょ。だけど横がつながんないよね。あ、いけた。でこうだ。あ、何かあるぞ。これは違うか。あ、これ、うわ、なになになに、もう一回組むか、もう一回お願いします。で、これ、うわ、来た、来てやるぞ、やめて、やめてくれ、やめてよ。あ、スタミナ、スタミナ、あ、近頃だ、行け、オッケー。どこだ、どこだ、ここ、あーんと3ん2階か、2階の、うわ懐かしい、パソコン室とかあるよ、画質3の6とかもあるね。どっから行く、まず2階行ってって感じか。ダメだ、まだまだ終わんねえ、全然終わんないんだけど。あー、びっくりした今顔。あ、来た、オッケー。つかさ、俺いろんなものさ、2周目だからいろんなものさすっ飛ばしてきたんだけど、あの写真持ってないのカメラ持ってないので、ここ使ったわ。ここなんだ、画質、画質はいいですか。なんだで、これね、見えにくいんで、ちょっと待ってね。ここないね。うわ、いっぱいある。なんか怪しいな。怪しいけどね、全然見えないんで。何かないか。びっくりした。一旦行くか。うん。あれ？でもさ、ここ入れたよね。ああー、そういうことね。懐かしい、これ。だから、このセキュリティカードで、新館の出入り口のうち、黄色いカードのドアロックにさせば開くと。だから、これも開くんだ。ここは？語学室。これ多分、開くと思う。懐かしいね。これも前作あったよね。で、これは、うん、赤。で、緑で、ダメで。いや、一旦こう。OK。ここ語学室。あ、なんかあったね。語学教師のメモと。教職員休憩室の錠前のパスワードがまた変わったらしい。パスワードがこんなに頻繁に変わるのは、生徒がパスワードを調べて勝手に入って休んでいたからだ。それにしても頻繁すぎやしないか。忘れる前に、この前みたいにちょっとしたやり方で語学室に記録しておこう。語学機を使えばいつでもわかるように。へぇ。あ、これね。あれか。多分またテープレコーダー的な何かがある。あ、なんかあった。誰だ。なんすか。変態。やめて。やめてよ。やめてください。どういうこと。変態でした。あー、なんかいっぱいある。ちょっと待って、これ何。何なんか笑われるだけなんだけど、なんかしかもスーハースーハーって何かあんのかな。なんかこの違いがわからない男。うん、何が違うんだろう。これあれかな。あ、これもだ。 D の7。全然わかんない。要はあれか、一つだけ正解がある。 B の9。
まあ一旦ちょっと別のとこ行ってみよう。あとで。うん。あとでね。で、ここに警備員いませんように。セーブないですか、セーブ。オートセーブだけ？ここら辺なんかセーブあったよね。あ、で、ここは？理不尽ないじめ。それ警備員ですか？頭をぶつける音が聞こえるらしいよ。あれかな？ぶつけた女の子。ね。あとないね。あと緑。で、ここ。なん、あ、あ。ここは鍵か。反対側からカードリーダー使う感じ？うん。じゃあ、次は、多分下しかないけど逆にちょっと見てみよう。多分誰もいないと思うから、一旦ね。上、一旦上。あ、懐かしい、これ。あ、いけない。いけません。そもそもいけませんでした。そうだった。そういう構造だったっけ？あー、いけないね。多分。何の音？そもそもね、ガチャガチャもできない。めっちゃやばい声が聞こえる。じゃあ、下だね。こっち。あー、懐かしいね、これ。出た。ほぼ流用してんじゃねこれ。違う？うわあ、すごいね。ここが、歴史館。なんて書いてあるのかわかんないね。うわ、出たよ。学生服。あ、これなんか怪しい。これなかったぞ。リアル。もしもし。ハゲてはいない。これは関係ないか。どっかにアイテムが落ちてる可能性あるけど。多分ないかな。こっちは。あ、あった。いや、これ、意見箱か。これ、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 これ欲しい。あれ、ドリームキャッチャー。これ違うのかな？使う感じじゃないね。で、なぜここが開く？多分ね、あとここしかないわ。理事長室と奥行けるか、オカルト部。ここら辺でセーブした。セーブ？また電話。もしもした。これさ。ないわ。うん。で、あー開かないか、ここ。理事長室一番怪しいんだけど。そしてここ。ここ開くでしょ。開かなかったら、すまない。何？ああ、じゃあ、やっぱあの謎解き？これね。ここは、そうなんだ。ここだ。うん。だから、やっぱこれだね。うん。で、どれかが、正解なんだよ。何が正解なんだろう。多分順番だと思うんだよね。何が違うんだろう。A の2。次 B。BQ は、じゃあ次 C4 ね。そして、D7。そして、これ。E3 は、次が F0。294730。294730。開きました。普通に ABCDEF の順番でした。このキャッキャキャキャは関係なかった。あー、進んだ。あ、で、レッドね。あ、でもちょっと待って。これを取るとなんか来そう。ここは開かないか。あ、来そう。誰だ。こ、あ、なんか今読み込みが発生したな。来るぞ。あ、でも、これでなんか重いな。レッドが行くから、あ、ちょっと待ってね。じゃあ行こう。あ。で、赤か。赤だから、そこが開くわけじゃない。ここだな。パソコン室。つるる。なんか光ってんな。
なんか光ってない？あれだけ光ってない？たまたま？ちょっと待って。またメモ的な何か。何これ？キーボード、ヒア。あ、これだけじゃダメなんだ。これじゃない何かがある。たまたま？なんでこんな発光してんの？びっくりした。あ、これ誰の PC？ これは誰の PC なんですか？ Windows98 かっこ。バックアップカードキー。あ、そしてこれ。方法。カードキー紛失時コピーする方法。カードキーコピー機の上にダミーカードを載せる。コピーしたいカードの番号を入力する。黄色いカード。赤いカードキーは青いカードキーの後ろの番号、プラス黄色いカードキーの後ろの番号を載せる。これのこと言ってんの？これか。これ？オッケーオッケー。キーカードヒアね。キーボードヒアじゃない。で、あ、書いてあるね。これが、まずダミーカードでしょ？で、925-2001って書いてあるな。青いカードキーは、黄色いカードキーの後ろの番号と、赤いカードキーの後ろの番号を入力すると。2-2-0-9-2-6。まず、これやって、2001-9-2-OK。これで、OK だね。セーブなったし、で、OK。ピロリロリッと。あ、もういっぱい地球。地球科学室。いや、まあ、サイエンティックな感じなのかな。これまたなんか、謎解き？難しいよ。で、何がある？で、何があるんだ？ここないね。この棚が怪しそう。何もない。多分何もない。でもここで何もないわけないよ。